その表紙にびっくり腰やったことがあったんですよ。何かその怪我をしない選手の特徴ってあったりしますか？さて、石毛ひろみし TV です。はい、またまたよろしくお願いします。よろしくお願いします。チャンネル登録とグッドボタン、そして毎度毎度すいません毎度毎度、はい、そして新たな、え、新たな LINE なんだっけ、あとラインアットよろしく、はい、まだ覚えてないじゃないか。もう一歩ですね。さて、今回はですね、石毛流怪我をしないコツを教えていただきます。笑っちゃいますか。だってさ、あんまり大きな怪我したことないんだよね。交錯して、まあ、日本シリーズで阪神85年の阪神の日本シリーズでショートの後方のフライ取りに行って金森と接触して、はい、うん、右内側靭帯を伸ばしたことありましたけど、うん、そんな大きな事故はなくて怪我はなくてね、はい、よくいろいろ言うじゃないですか。なんかそのピッチャーは投げる方の肩で重たい荷物を持たないとかね、はいはい、うんうん、俺って全然ないんだよね。何か気をつけていたことだとか、うん、だからなんだろう、昔で言うと水を飲むなとかね、うん、肩を冷やすなとかね、はいはい、あるいは泳ぐなみたいなね、うん、今全然 OK じゃん。水を飲んで泳げば全身運動になるし、バランス強化できるしって、ね、ね、うん、肩なんか逆に冷やす方だからね、確かに。いや、そういった昔思ってたことが案外逆のこともあるし、うんうん、だってこれシーズン中重たい荷物こうやって持ったりするし、はい、まあ、遠征行けば重たいバッグね、こっちで持ったりこっちで持ったりするし、何なんだろうね。まあ、ピッチャーはあんのかもわかんない。投げる方の肩で荷物を持ちなっていう、はいはい、投げる方の肩は下にして寝るなとかね、ああ投げる方の肩を下にして腕枕するのとか ね、 なるほどね。腕枕はいいと思うけどね。あ、こっちか。ああ、うん、俺はね、全然そんなことないんだよね。ケアをすごく入念にされていただとかするわけね。だって若い時なんかマッサージなんて受けられないんだから、ベテランがみんなマッサージ受けてて、うん、ご自身で何かされてたっていうこともなく、ないんだよね。うん、本当、うん、まあそれは親に感謝しなきゃいけないかもわからないし、ある面では、まあ、自分の持ってるこのバランス的なものがいいのかもわからないし、はいはい、うん、へ、全くそんなことは考えないです。まあ、あんまり考えちゃいけないんじゃない。あ、まあ、あでもね、こうでもねって、うん、考えると逆に何かおかしなことが、うんうん、ただね、送って、ただ気遣ったのは2月3月、スギ花粉が飛ぶじゃないですか、はい、花粉症でくしゃみが出るじゃないですか、それで立ってて顔洗っててくしゃみしたら、はい、その拍子にぎっくり腰やったことがあったんですよ。うわ、でそうすると固まるわけですよね、はい、練習できない、ゲーム出れないわけでしょうから。そうですね、でその教訓からこの特に2月3月花粉症収まるまでを、はい、まあ、トイレ行ったら、はい、大でも小でも必ず座ってするようになりました。うん、お手洗いに通ずるわけですね、うん、最近はくたびれてきたからいつも座ってしますけど、その当時現役の時代は現役でもトイレ行ったら、あの洋式のトイレでは必ず座ってするようにしました。うん、だいぶそれでぎっくり腰がなくなりましたね。なるほど、うん、あ、そういうもんですか。その程度ですかね。へ、うん、うん、ないね。ぎっくり腰もでもちょっと重大ですよね。厄介ですよ、うん、まあ、それは肉離れとかね、そういうのは多少はありましたけど、はい、まあ、捻挫もそうはなかったし、ただね、野球選手に例えばちょっとで豆ができるじゃないですか、はいはい、その豆ができただけでも結構嫌なんですよ。ああ、絆創膏貼るじゃないですか、はい、絆創膏があってこう違和感があったりして、でそこで慣れちゃって今度は一生豆がなくても絆創膏貼ったりするんですよ。へえ、王さんが昔ねずっとこうグリップ短く持ってこう絆創膏を持ってこう白い絆創膏が目立ったんですけど、はいはい、まあ、王さんは練習したと思うんですけどね、うん、あの多分そういった、まあ、験担ぎじゃないんでしょうけど、まあルーティン的にそのやってたかもわかりませんね。うん、あ、もう少しの感覚の差、うん、すっげえ大事、うん、ね、うん、指先も、うん、だからその時は
ピッチャーもそうですけど、我々野手も爪切りはだいぶ神経使いましたよ。へえ、あんま長くても引っかかって爪が剥がれちゃうし、はいはい、短くても今度はボールが引っかからないし、はいはい、うん、そういう面では結構投げる方のこの爪の感覚は大事にしてましたね。うん、なんかこういいヤスリ使ったりするんですか？全然それは変な無頓着なんですけど、うん、爪切ってこう、おお、あの爪切りについてる、だから、え、爪切り、え、ヤスリで爪をこう切っていくの？あ、ヤスリでも、はい、まあ面倒くさいね、時間食って、まあ、時間食っちまうべや、そうですね、うん、そうですね、でも、まあ、比較的滑らかに出来上がったりは、うん、なるほどなるほど、うん、で爪切りはね、年とともにだんだん深爪になっていくねそうです、何なんだろう、それ見え方の問題ですか？いや、わかんない、だん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 頭洗っててさ、はい、爪が刺さるようだと気になってしまって、ああ、なるほど、うん、いつも女房にまた爪切ってんのって言われるんだけどそんなにちょっと、あ、少しだけでも伸びると気になってしまう、うんうん、まあ、最近ボールあんまり投げることないんでね、まあ、腰と、まあ、爪くらいなもんかな、うん、気使ってたのもね、なるほど、うん、まあね、うん、何かその怪我をしない選手の特徴ってあったりしますか？体が柔らかい人、柔軟性のある人の方は案外疲れにくいし怪我はしにくいでしょうね。で僕は案外体が硬かったんですよ。じゃあ入閣の辻監督、はい、辻の場合は体が柔らかかった、でこう猿手でもあったしね、うん、器用なとこあったんですよ、だけどそういう方って案外パワーあんまりないんですね、で僕と辻の体は、僕は180、辻は182センチ、はい、で僕はちょっと硬い、辻は柔らかい、うんうんうん、でホームランは俺の方が多いんですよ。うん、あ、パワー、だから、うん、石毛だとか山本浩二さんだとか、体がちょっと固めの方のボールが、鋼的な方の方がパチンっていうパワーが生まれてくるかなという気がしますね。うん、怪我だけを取ると、まあ、柔らかい人の方がしにくい体かなと思いますね。うん、硬かったのに、うん、怪我もなかった、うん、まあ、バランスが良かったねっていうことなんですね、うん、最近頭がだいぶ柔らかくなってきましたけど、うん、それまではやっぱり野球選手の時はやっぱり体も硬かったし頭も硬かったし、か、だからまあ偏屈っぽいとこあったんでしょうね、まあ、まあ、こういう時期があったんでしょうね。選手はでもそうですよね。そうですね、まあ、そういう一時期があった方がものになるのかなという気がしますね、うんうん、やっぱりこう一つのものを深く掘り下げていく、突き詰めていくというものは、はい、うん、必要な、うん、まあ、姿勢かもわかんないですね、うんうんうん、そうですね、うん、だからまあ一時期硬かったんだね、はい、酢を飲んだら体が柔らかくなるって酢飲んだって酸っぱいしまずいしね変わらなかったですか？いや、もうやりますよね。そうだよ、みんな一度は通りますね、ね、あれ医学的根拠あるのかね。どうなんですかね。それいつ飲まれたんですか？30前くらいじゃないかな柔らかくしたいなと思って選手時代ですねやってらしたんですね、うん、でもまあ食事面ではなんだろう、まあこういう筋力の疲労、骨折とかね、はい、それで故障もそうなんですけど、やっぱ内臓的な故障もいかない話、うんうん、下痢だとかね、いろんな内臓しかもいかない話なんで、そういう面ではやっぱり肉、まあ、食事には気を使ってるようで使ってなかったな、はい、そりゃそうだまあでも好きなものを食べてストレスを食べないだとか、うん、だってあの田舎育ちだから食材があんまりないわけだからさ、ほうほう、ああ18で東京出てきて、とんかつ見てすげえ大骨頂だと思ったし、焼肉こんな甘いもんあったのかって初めて思ったし、うん、俺の時はもう衝撃的な焼肉でしたよ。衝撃的な焼肉、うわ、でそういう面では本当贅沢はあんまりしてきたタイプじゃなかったんで、うん、何でもいいやと思って、うんうんうん、まあ、困ったら結局は米と味噌汁がありゃなんとかなるだろうみたいなとこだったんでね、うん、だからまあそういう不面では内臓も大きなその病気もないしね、うん、何なんだろうね、うん、ね、ご自身で分析されるとどうですか？分かんねえ、まあ、持って生まれたものが大きい、う
かといって昔はタバコ吸ってたし、酒も少々飲んできたし、ね、まあ偏食ってこともないかもわからないけど、うん、ねルーズな時もあったし、うんうん、まあまあ五体満足で元気です。いや本当です ね, ね。そしてトイレは座ってそうです。です、うん。今は座ってたが何つの？尿が散らばらないからいいらしいですよ。トイレにも、はい、男性の方ね。はいはい。座ってやりましょう。はい。ありがとうございます。そしてまあ YouTube チャンネルと言いますと、はいはい、石毛博道 TV が始まりまして、うん、そしてまた新たに石毛さん関わっていらっしゃる週に2日3日行ってる OB クラブ、はい、全国野球振興会、はい、25年の歴史があるんですけど。はい野球界に恩返しっていうコンセプトで始まりました、はい、初代会長は川上哲治さんが言い出しっぺで、こうなってきてるわけですね、はい、で我々は人生の野球界の先人先輩の意思を受け継いで今その思いを我々がやってるところなんですけどね。でこれはこういう時代ですから、はい、コロナ禍においてなかなかこの野球教室もできないっていう、はいうん、で今のこういった YouTube だとか、リモートだとか Zoom だとかそれをうまく使いながらですね、はい我々が培ってきたものを発信していこうというところなんですよ。で今実際プロ野球 OB クラブ YouTube チャンネルがスタートしてますから、はいはい、で僕も一応会社の中にいる人間なんで、はい、そちらのも一緒にやってますからできれば石毛博道 TV と一緒にともにですね、はいプロ野球 OB クラブ YouTube チャンネル見てほしいなと思ってます、はいはいね、チャンネル登録も、ね、お願いします、はい、お願いします、ご覧になっていただいてありがとうございます、お願いございます。まずチャンネル登録をお願いします。そしていいねもついでによろしく。それでいろんなこと思ったら俺こう思うよいいねとかいろんなものあるでしょうからコメントもよろしくです。